なんかパッションフォーユーの期間はあんまり普段ショールームしないんですけど、今回やっぱりいつもはさ、そういうイベント期間でも公園で会えるからいいやとか、握手会あるからね、会える場所があるなっていう感じだったんですけど、本当にもう昨日もね、いろいろ発表されたんですけど、イベントも公演も全部ないのでね、なかなかこういう配信の機会を逃すとみんなと話す機会もないなと思って、はい、してます。でもなんかそんな、なんて言うんですかね、無理やり 無理してでも見てほしいっていう配信でもないので、あ、なんか元気なんだなっていうのをお互いに、はい、確認し合える配信にできたらいいなって思います。っていうパッション保有をね、今頑張ってくださってる方もたくさんいると思うし、速報も本当にいい順位で嬉しかったんですけど、やってない方もね、もちろんいると思うので、はい、楽しむをモットーに今年は楽しみましょう。はい、てな感じでおしゃべりしようと思いました。 はい、毎日花粉と戦ってます。かわいそう。私花粉症じゃないから本当に気持ちが全く分かってあげられないんですけど、花粉症の人は結構周りにもたくさんいるので、メンバー結構花粉症の人多いかも、 SK は。だから大変そうですみんな。 みんなでもなんかいつなるか分かんないじゃん、花粉症って。だからね、こうやって笑ってると来年にでもなるかもしれないので 今だけです、楽しいの。結構なんかモバメの返信とか見てたら、ショールーム見ながら聞きながらパッションフォーユーやるって方もたくさんいたので、なんかいい感じに BGM にしてください。ご飯食べながら、ゲームしながら、いろいろ。パーカー女子、今日パーカー、パーカーです。フード、晩ご飯食べてない。なんか昼ご飯を3時ぐらいに食べたんですよ。だからあんまお腹空いてない。髪めちゃくちゃ伸びた。そう、今そういう時期です。 そういう時期、どんな時期、魔法にかかった、魔法にかかりました、髪の毛が。結構でもなんかファンの方とは会えてないんだけど、メンバーには昨日もね会ったんだけど、長いのが結構好評です。地毛がね、この長さなんだけど、結構長くない？そうやって思ったら長いです。でもめっちゃ自然って言われる。色もね、全然あれだし、境目とかも全然あれなんですよ。ちょっと髪の毛今日ボサボサだけど、どうやってつけてんの？シールエクステです、これは。見えるかな、これにいるんですよ。あ、これです。お誕生日まで長いものなの？わかんない。とりあえず、でも1ヶ月ぐらい持つらしいですよ、エクステって。私も初めてつけたからわからんのやけど。すぐ取れるらしい。自分でも取れるんだって。普通にめんどくさかったら美容院来ていいよって言われたけど、自分でも取れるらしい。自分の好みに合いすぎてる。嬉しい。頭洗う時に取れないの？あ、普通にシャンプーはできるんだけど、まあ気をつけながら、なんていうんですか、やんないといけないけど、慣れですね。洗っても取れない。乾かすのが大変そう。でもなんかエクステだから特別大変っていう感じではないかな。長さが長いだけ時間はかかるなっていう感じはするけど、全然。長いのが好き、本当？結構長い。めちゃくちゃ長いです。今だけで。こんばんは。ロング似合うって嬉しい。前髪好き？ありがとう。昨日自分で切った前髪。先端 T シャツ届いたよ。ありがとう。もうそんな時期か。もうそうだよね。3月だもんね。気づいたら。なかなかいつね、みんなが着てるとこ見れるかわからないけど、生誕祭があるぐらいには
ね、あれですね、来てきてほしいな。こんばんは、こんばんは。あ、今日届いたって。嘘。ん、トートバッグも届いた。待ちきれずにうちで着る。かわいい。みんなお家で着てるんだって。サンジャナイの動画もらえなきゃ。マジやばい。あれはあれは本当に事故です。やばいよね。今年の生誕祭いつになるかわかんないです。でもまあ生誕祭は毎年4月なので4月中にできたらいいですねって感じです。恥ずかしい。エゴさんがお尻のマスカラ巻いてるの知ってる？あれなんかファンの人に教えてもらって昨日ブログ読みました。かわいいなお尻。なんか前もなんか私のインスタ見てアイシャドウを真似して買ったって言ってくれてて、かわいいですね。お元気ですか？元気です。んー、お尻と仲いいよね。ウシリンはこの前一日一緒にいました、お仕事で。なんか部屋の電気暗い気がする。気のせい。モグさんは元気ですよ。大富豪の CM、 大富豪の CM4 月ですね。4月。今日は何のリップ使ってます？今日はスックのリップです。あの廃盤になったやつです。私がめちゃくちゃ言いまくってる。ひな祭りらしいことは何もしてない。ひな祭りらしいことってなんだ？カラコン使うとき何使ってる？最近はね、つけてないです、カラコン。カラコンしてないですね。あ、ちらし寿司ね、なるほど。食べてないです。じゃあ何もしてないです。何もしてないわ。青島神社行きたい。え、めっちゃ良かったよ。綺麗だった。景色も綺麗だし空気も綺麗だし、すごいいい場所でした。ひな人形昔は出してたけど全然もう最近はです。あ、石みたいなやつはね、投げなかったです。やんなかった。でも、あの、投げてるとこは見た。人が投げてるとこはね。手振ってたって。元気？動物の森楽しみ。楽しみです。でまだまだですね。K2 公演不足。みんな、私たちも公演不足です。チリの写真集は何冊買ったの？まだ買ってない。買ってないです。もう昨日もらいました。いただきました、写真集。昨日ツイッターに書いたら結構知らない方もいたんですけど、チリカメラの写真が、ね、いっぱい入ってて、
そう、私の写真も、私も昨日初めて見たんだけど、中身めちゃくちゃ載せてもらってるのでぜひ見てほしいです。あのチリさんが撮ってくれた写真だから、多分どこにも出てない写真だと思う。見てほしい、ぜひ。最初にもらってたのはあれ、なんか普通にあのみんなにあげるってチリさんが言ってくれて、なんか順番にもらうみたいな流れになったんだけど、なんかみんなが一番にもらいな、一番にもらいなって一番前に並べてくれたの。自分からはいかないよ。優しいです、 SK は。優しさです、みんなの。みんなの優しさ、そう、本当にそう。鍵開け、お渡し会鍵開けした。ゆずきが89ページがいいって言ってた。89ページってなんだろう、今あるんですよってこの手元に。え、これ89ページ数えたのかな。え、どっから1なんだろう、1がどっからなんだろう。表紙めくった次が1かな。50、51、52、53、54、55、56、57、58、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、38、39、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、次だ。あ、これ？ 58 って言ってたよね。腕と足をピョンってやってる隣の写真？え、じゃあ違うかも、私の数え方が。どれだろう、ゆずき。89か。58だった今。58、59、60、61、62、63、64、65、67、68、69、70、71、72、73、74。74が過ぎ。75、76、77。あ、これ？あ、これか。かわいい。かわいいカットです。でもなんかどこから数えてなのか分かんなかったけど、私はこの写真が好き。え、ちょっと見せれないけど。みんなの手元にはあるのか、もう。え、 89？ ちょっと待って、89どこだ。ちょっとあの数えられなかったです、私に。ちょっと数字が。89ってどこ？明日届きますか。じゃあぜひ見てください。あ、表紙が1ページ目。じゃあもうなんかもう迷子です、私今。迷子だった、数えられなかった数字。まあでもあの全部いいので見てください。ちゃんと買います、私も。ちゃんと買うから。でも明日ショールームするらしいから、あれですね、多分。チュリさんのおすすめも聞けるんじゃないですか。予約してないの？あのセブンネットで予約しようと思ったんだけど、予約できなくて、その時私がしようとした時にね。でも昨日この通常版の写真集をもらって、なんか同じ服じゃないですか、あのセブンネットの。だからね、違うとこで買うことにしたの。でもセブンネットの表紙が一番好きです。15分経過しました。
見てください。私もたくさん載ってるので見てください。わかる、だってセブンネットでも人気らしい。写真集とフォトブックってどう違うんですかね。今そういったコメントあった。写真集とフォトブック分かんない、私にも。うん、近い。本人次第じゃない、だって本人次第か、日本語と英語、そういう違い。あ、 LINE が来ている。フォトブックは文章多めな気がする。へえ、言い方だって同じらしい。フォトブックって文字とか入ってそうなイメージ。ふーん、紙質が違うイメージ。分かんない。でもフォトブックのがなんかおしゃれなイメージですね。あ、最近めいこさんに会ったんですよ。そう、びっくりした。この前普通にあの境にいたら、なんかエゴちゃんって言われて、ファッて振り返ったらめいこさんでした。びっくり。まさかめいこさんから声をかけてもらえるとは思わなかったのでびっくりしました。久しぶりに会った。そう、うん、でも境歩いてたらいつも美恵子さんの歌流れてるから声はめちゃくちゃ聞いてたけど、久しぶりにお会いしました。あ、ね、その後チュリさんに会ったって言ってた。チュリさんから聞きました。この前会ったんですよって言われて、でその日あの後会ったんだよって教えてくれた。うん、メンバーはメンバーと遭遇しがちなの、裏山。何なんだろうね、結構メンバー会うよ、よく。すぐに気がつくものなのね。ね、今日のリップかわいいの、ありがとう。もう廃盤になったリップです。私が大好きな、大事に使ってる。悲しい。これ立たないんだよね、これちょっとね、不安定すぎて。お、いけたか。あー、ダメですね。うん、あー揺れてるね。なんで化粧品って売れるのに廃盤とかになっちゃうんだろうね。ね、なんだろう、こんなに需要があるのに。悲しいです。不安定。ちらっとポスターが、ポスターは私の大好きな菅谷梨紗子ちゃんのポスターです。うん、うん、
こんばんは。うん？メイク用機定番の商品少ない？でも定番がほとんどじゃない？やっぱリップとかは入れ替わりっていうんですか？激しいよね、やっぱ季節とか、季節によって。ファンデーションとかは年中さ変わらずってることが多いけど、アイシャドウとかリップとかは特になんか季節限定みたいな、そんな感じかな。今日ゆなちゃんと同じアイシャドウ買ってきた。何のアイシャドウだろう、気になる。キャンメイクかな。限定品に弱いですか？昔はねめちゃくちゃ買ってたけど、最近はそんなにですね。あんま化粧品買ってない。もう春服着れそうだね。うん、なんかあったかいよね。今日のアイシャドウかわいい。どこの？実はあの吉田あかりさんのコスメを一足先にいただきまして、使わせてもらってます。めっちゃかわいいからおすすめ。これはねオレンジかな。今日はぜひ3月の下旬かな、発売されるの。ぜひゲットしてください。かわいいよね、キラキラオレンジ。キラキラです。最近なんか質問が多かった。あのなんだっけな、大分のツアーの時のピンクのシャドウも、あの吉田あかりさんのやつです。ピンクのアイシャドウめっちゃキラキラで可愛くておすすめ。発売されたらぜひ真似してください、女の子。でもちゃんとね、あんままだお話ししたことないんですよ。実は直接お礼が言いたいですね。真希子さんが仲いいから。そう、だから真希子さんにあの紹介してもらおうと思います。はい、お話ししたことはある。でもあんまりそんな、なんて言うんですか、なんて言うの、会う機会がまずないし。そうそうそう、気軽に話せる仲ではないですね。だから仲良くなりたい。指ハート作ってください。指ハート最近ちょっとやりすぎてる、これコンサートとかで。なんか普通にこうやってやるよりさ、マイク歌っててもこうやってできるから、こうなんかよくやっちゃう。ハート、何の話する？ね、握手会ないね。ツアーお疲れ様、ありがとう。ネイルしてないです今は。てか月末に20歳とか、マジっすか？マジマジ本当にって言われるけど本当だよ。だってみんなが一番見てるじゃん、成長過程を。みんなその目で見てたでしょ。
ちゃんといたから8年8年ちゃんとやってたから。しっかりいたわ。うん、そうだからこの、 あの写真集のチリカメラでも、あの12歳の私から最新の私まで見れるので、ぜひ知らない方は見てください。昔の私の知らない方は見てください。ぜひ本当に多分想像以上に載せてもらってるので感謝。ナイス宣伝。うん、宣伝宣伝っていうか、みんなに見てほしいからおすすめしてるだけです。そんな幅広くなってる。結構私も、私の昔の写真もだけど、普通にいろんな年代時代の、そう、前髪真ん中開け時代も載ってます。ぜひ明日発売です。なめちゃん写真集のおすすめページは、ちゃんとみんなの手元に行き渡ってから鑑賞会しよう。じゃあその時にね。その時にしよう。今日はちょっとなんかおしゃべりしよう。本人の隣で、本人の隣で昨日読んでて、私ずっと、写真集開けたらなんか涙出てきた。かわいい。私も人のこと言えないぐらい泣いてるけど、そうね、パッションフォーユーが終わったら鑑賞会しましょう。みんなでゆっくり見よう。ベトナム行ったことないです。でもご飯美味しかったって言ってたよ。最近のマイブームある？え、なんだろう最近のマイブーム。なんだろうな。何してるかな。ちょっと、なんだろう。インスタで行ったのはね、タイですね。エゴさんの写真集の予定はないです。残念ながら。いつかみんなの需要、みんなからの需要がすごくあって、いいねって言われたら出したいです。ゆうなちゃん最近よく泣きますね。もう涙腺がぶっ壊れてるんですよ。いつからか。いつからかね、涙腺がぶっ壊れちゃった。そうだからもう、あ、そういうやつなんだなって思ってください。どこで撮りたい写真集？どこがいいかな。なんかおしゃれなところとかも行ってみたいけど、普通に日本が好きなんですよね私。沖縄、オーストニシキと栄。いいね、交通費かかんなくていいね。北海道、沖縄とかいいな。水族館行きたい。チラ海水族館、雪国に似合いそう。雪国行きたい。フィンランド、フィンランドってどれくらいかかるんだろう飛行機で。遠そうだな。超遠いって。
めっちゃかかるらしいよ。9時間か、遠いです。遠いけど絶対綺麗だよね。確かにめちゃくちゃ寒いよ。ムーミンがいるの？フィンランドには。スイス、もうわかんない、全然想像つかん。すごい、みんな夢が広がりすぎてるね、ちょっと嬉しい、ありがとう。すっぴんみたい。いろんなとこで割と晒してますよ、私すっぴん。暑いところで寒いところが似合いそう。暑いとこ嫌いなんだよね。眉毛太い、なんかあれだね、前髪にかかって太く見えるね。ちょうどいい髪色、ありがとう、嬉しい。いいよね、あんま色は変えてない、長さ伸ばしただけ。髪伸ばした、伸びた。うん、夢の国。明日はどんなアレンジで過ごすよって。どんなアレンジってなんだろう。声質がいいから朗読劇とかやったし、朗読劇一回あの AKB のグループのやつやったことあるんですけど、楽しかったです。朗読劇、ああ。舞台には出ません。